はい、どうもこんにちは、ちょうちんです。今日の動画はですね、僕が通ってた美容学校の、授業風景についてなんですけど、卒業制作と言いまして、ペア、アイモデルを組んでお互いのスタイリングとか服とか全部やって一つの写真を作るというコンセプトで、今日は特別な、なんだろう、授業風景的な感じなんで、でどんな作品ができるかは動画の後半を見ての楽しみなんですけど、今ですね、ちょうど19ミリのコテで友達のヘアスタイリングをしているところですね。まあ外打ちミックスのゆるふわな感じをイメージしてるんですけども、その前にですね、ちょうちんもこの人、この友達にいろいろやってもらった動画があるんで、そちらを先にどうぞ。はい、まあこうね、最初に見えますこの椅子なんですけど、学校にある椅子をこう並べて、でその上に布をこうかぶせて、なんかソファーっぽくしてるんですけど、これなんか僕がカッコつけてるように見えるんですけど、これは僕がやりたくてやったんじゃなくて、友達の作品なんですよ。僕のこのあれは友達の作品で、米国男子風みたいな、なんかちょっと犯罪者っぽいのをイメージして作ったって言ってるんですけど、まあこれ見てわかると思うんですけど、どっからどう見てもホストですよね。ホストっぽくなっちゃって、まあこんな感じでいろんな格好をこうさせられたんですけど、こっちはなんか後で見た時びっくりでしょ。何かに使うの？多分何かに使うと思う。 YouTube、 あ、 YouTube で、あ、そういうの好きなんだ。結構ガチガチですよ。 YouTuber になる。 YouTuber わさびで一番有名じゃん。あ、そうなんだ。結構いろいろあげてるな。どういうのあげてるの？美容に関して、スタイリングすごいね。確かに2杯分入らなくなっちゃうぞ。入るわ、もう入りきたし。今日帰り入んなくなってる。そしてちょうちんの作品なんですけど、まあコテの作業が終わって、これは今ワックスを揉み込んでますね。ワックスでスタイリングしています。あ、ちょっと先生映り込んじゃったんですけども、はい、こんな感じです。すごいモコモコしてきましたね。ストレートアイロンでやるよりコテの方がね、すごいカールかかりやすくて、すごいやりやすかったです。はい、まあこんな感じでふわふわに全体的に仕上げました。あ、今見た感じ変なんですけど、これからカラーをしていくんですよ。すごいね、このパーマ感。クロッキノールか。ね、クロッキノールみたいな。はい、カラーのシーン。これはですね、カラーチョークといいまして、ま、ヘアマニキュアでもなく、カラー剤でもなく、髪の表面だけに色をつける、ヘアチョークというものがありまして、それを今色をつけてます。すごいですね、色の配色にもこだわりまして、色相感のあれをうまくこうバランスよくやるように頑張りましたね。お、ここで懐かしのソメチンが出てきましたね。そう、ソメにもちょこっとカラー手伝ってもらいましたね。結構ここには力を入れまして、1時間2時間ぐらいカラーはやってました。まあ、いつもは本当にね、こんな授業全然やらないんですけど、卒業制作ってことで1日丸1日この制作する、授業の日だったんで、まあ、今日は何だろう、特別にっていうことで動画を回させていただきました。あ、いい、なんか練習の時よりいいんじゃない？期間配色のバランスが。ムービーでも撮らせて。はい、まあこんな風になりました。結構力を入れました。すごい奇抜で個性的な感じをイメージして作りました。すごいですね、こうやって改めて見ると。はい、はい、そしてこちら撮影風景でございます。どういう撮影してるか後半になってから画像を見せるんですけども、今ちょうど撮影風景で、イメージではですね、瀬戸康史さんの好きなことで生きていくの雰囲気で作ったんですけど、まあ見てれば多分後々分かってくると思います。で、何テイクか撮ってすごい撮影難しかったんですけど、このですね、友達にも何人か撮影手伝ってもらいました。イメージでは友達が飛んだ時に、なんだろう、こうふわっと
周りからいろんなものが飛んでくるみたいなイメージで撮影したんですけど、そのタイミングを合わせるのが、ね、超難しかったですね。はい、まあ結構これ長いんですけども、まあご覧くださいどうぞ。彼が飛んだらさ、なるほど、せーの、その場で飛んでくんだよ、せーの、めっちゃ高くて、これ今2人参加してるの結構奥の彼がちょっと入ってくる、前前せーの、あ、いいね、あ、いけそういけそう、よし、ちょっと翔平そっちにしてる、あ、俺がせーので行きます、これ俺が高く、じゃあもう一回行こうか、前向いてた方がいいですよね、こいつが行けば、そうだよね、せーの、あ、これせーごめん、頑張れ頑張れ、よし、よし、まだ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 いける、まだいける、せーの、今度下が遅いかな、すいません、なんかこうやってた方が早い、こっちこうやって、そうそうそう、で自分がち、あー面白い、ピョンじゃん、こうすればいいのか、でもこれだとさ絶対上まで、違う違う、あー、こうすればいいんじゃない、ちょっと上がるか、上がるか、はい、せーの、あーいいね、いいね、いいね、それよ、それ、もう一回行こう、はい、せーの、あー、いいね、それだ、あー、いいね、いいね、わー、どうした、どうした、あー、すげー、あー、すごい、すげー、すごい、いいよ、いいよ、せーの、言った通り、まあ、OK、お願いします、じゃあ、ラスト一発頑張りましょう、はい、行きましょう、はい、せーの、あー、いいね、OK、どれどれ、ありがとうございます、じゃあみんなこうパソコン前で 見ようか、おーすげえいい感じだ、はい、ということでいかがだったでしょうか、これが僕の学校の授業風景でございました。そしてですね、最終的に出来上がった作品がこちら、はい、こんな感じになりました。そしてですね、イメージしたのが先ほども言いました好きなことで生きていくの瀬戸康史さんの写真なんですけど、それがこちら、まあ、真似てる部分はちょっと多いんですけど、とにかくハッピーなイメージの作品を作りたかったんで、瀬戸康史さんの好きなことで生きていくをモチーフに作らせていただきました。で、すごい失敗しちゃったのがまずこの作品なんですけど、撮影の時にねジャンプしてそこに力を入れるばかり、この2時間ぐらいかけて作ったこのヘア、大事なヘアがあんまり写真ではくっきり写ってなかったっていうね。もっとこの髪色をすごい目立たせたかったんですけど、まあ写真の都合上あまりうまくいかなかったっていうことなんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、まあその作品とかじゃなくてね、こう一番楽しめながら作れたっていう思い出がねできたんで、僕はそれでいいと思ってます。で、まあ美容学校ね、すごいこういう楽しいこともたくさんするんですけど、まあ毎日の授業はすごい大変な授業がたくさんあって、で、まあ国試前の息抜きっていうことでこういうね楽しい授業もやりました。はい、ということで以上美容学校の授業紹介でした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひいいね高評価をよろしくお願いいたします。ということでじゃあねー。全然違うな、こいつ来ちゃったね俺の顔に。あ、いいね、 YouTube のみんな聞こえてる？ソメヤだよ。あ、今カットしとくか。 あ、でもいい表情だ、ホーヤのこんな顔見たことないよ。え、どうだった？撮影してみて。楽しかったよ。楽しかった。疲れた。大変だった。あ、ね、やっぱり美容業界から。あ、OK でーす。